から県の相手の試合が始まります。皆さんおはようございます。この第43回奈良県各国の交流試合、残すところ今年奈良市においては最後の行事になります。この大会、交流試合にあたり、ご尽力、いただきました関係者各位の皆様方に、感謝の意を授けたいと思います。今年は3月11日は大きな災害が加わり、世界あちらこちらで自然災害が大変起きた年だと思います。その中で極真空手においても世界大会が開催され、チャンピオンは日本人が取ることができず海外勢に持っていかれたという、世界大会でありましたけども、また4年後には世界大会が楽園者を知ってるよ。待って。
急性勝ち、ちょっとこう剣の方が勢いがあった。赤、赤です。続いては小学校6年生男子、清木信。